こんにちは。今回は皆様に105系同士の連結シーンをお届けしてまいります。あちらでは運転手さんと作業員さんが扉を開けて準備をしております。もうすぐ下相手の列車が到着します。そしてここで初めて出てくる列車は簡単にですがご紹介いたしましょう。105系は1981年に生前から1950年代に製造された列車、いわゆる旧型国電の巣窟となっていた福塩線と宇部線などに導入された旧型国電殲滅兵器戻り当時新型の列車になります。ちなみに福塩線に導入された105系は当初4両で1編成という長い編成だったわけですが、後に真ん中の車両に運転台を取り付けたことで現在の2両で1編成という形になりました。さて反対の列車が到着しました。これからこの列車たちは連結作業に入ります。ここからは連結のシーンをノーカットでお楽しみください。連結が完了いたしました。というわけで今回は105系同士の連結シーンをお届けしてまいりました。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。トレイン。